どうもクロスロードラボです。今日は夜市蒸留所のラインナップを紹介したいと思います。はい、夜市蒸留所のラインナップというのは何かというと、蒸留所内で売ってる限定ウイスキーのラインナップのことなんですね。でもうね、日華の蒸留所2つとも見学ができるようになっています。ただしね、予約制とのことで、前もってねちゃんと予約しないといけないんですね。さらにはですね、1名様から10名様までとのことです。まあ1名からやってくれるっていうのは気軽にこういけますよね。ありがたいというか。なので今日は、北海道が誇る夜市蒸留所の限定ウイスキーを紹介したいと思います。でですね、基本的にはあの宮城郷蒸留所と売ってるものが、似てるというか、だいたいこの夜市で売ってるものも、参考になりますので、宮城郷ならいけるっていう人とかもね、ぜひ参考にしてみてください。でちなみに去年もねちょっと動画出してるんですよね。夜市蒸留所に直接行った動画を、3本かな、はい、で買ってきたものとかの紹介の動画も入れてですね、3本、アップしてます。はい、そちらの方もね合わせて見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、でまずですね、夜市蒸留所で売っている限定ウイスキー、もちろんですねスーパーニッカだったりとかそういうのも売ってるんですけど、今回はそこでしか買えないものだったり、行かないと買えない、ものを紹介したいと思います。で近年はですね、本数制限とかもあるので、それはちょっと気をつけてください、もし行かれる方いたらね。はい、でまずはですね、シングルモルト夜市シェリー&スイートで、価格はね、去年は6680円、結構いい値段するんですよね。ちなみにですね、ほとんどが 500ml のボトルです。はい、気をつけてください。これもこれはその名の通りですね、シェリーとそしてスイートなんで甘いってことですね。このシリーズはですね、味の特徴が名前に書いてあるのですごい分かりやすいです。はい、でもね全部揃えて買っていきたくなるんですよね。小さいボトルもあるので、まあちょっと厳しいっていう方はそちらを買ってみてもいいんじゃないかなと思います。次です。次は PT&ソルティ、はい、こちらも、6680円で 500ml で、これもそのままですね、ピートが効いた、そしてちょっと塩っぽい、ソルティっていうのはちょっと塩のね塩気を感じるっていうことですね。はい、次です。シングルモルト夜市ウッディ&バニラ、はい、6680円。去年はねレストランで1杯850円でしたね。このウッディっていうのは多分アメリカンホワイトオークの、樽の、バニラ感、そしてちょっと樽子、それを感じるという名前なんだと思います。はい、まあ、お土産にもねちょっとこの辺は高いかなと個人的には思ってしまいます。まあ小さいボトルならまだねあれですけど。続いて、日華シングルカフェグレーンウッディ&メロ、はい、こちらもラベルがね似てますけど、さっきの3種類とね、価格は6170円。ちなみにあの正確な値段じゃないかもしれないので気をつけてください。大体っていうことです。こちらはですね、日華が売りにしているカフェグレーンのみということになっています。はい、ブレンデッドウイスキーを作る時のモルト原酒、グレーン原酒のこっち側だけですね。グレーン原酒だけ。サントリーでいうと、チタとかが、グレーンウイスキーに当たります。はい、カフェグレーンっていうね、日華カフェグレーンっていうの出てるんですけど別でね。こちらの蒸留所限定の方はですね、結構味わいも違いますので、グレーン好きの方とかはいいんじゃないかなと思います。特にねカフェグレーンって結構あの好きな方いらっしゃるんですよね。そして賞も結構取ってます日華のカフェグレンタがね。個人的には結構トウモロコシの比率は低いんじゃないかなと思います。ライ麦とかがもしかしたら高いのかな、このカフェグレンはね。これも名前の通り、ウッディ、木の樽感ですねを感じたりとか、あとはですねメロウなんでこのスムースさがありますね。とても、はい、甘みもしっかりありますので、地味におすすめです。はい、でちなみにここまでの4本はですね全部アルコール度数 55% もあるんですよね。はい、これちょっと言い忘れてたんですけどさっきもね。でカスクストレングスではないですね、アルコール度数 55% に揃えられています。はい、でもかなりアルコール度数高いのでですね、結構濃い感じが味わえると思います。味わい的にね、まあ加水が少ない分、値段が高いと考えたらこの値段もちょっと納得いくんじゃないかなと思う部分もありますよね。はい、次です。シングルモルト夜市2000、はい、
こちらね、実は今年も終売してたはずなんですけど、まだね手に入るみたいです。この蒸留所再開と同時にね、結構売られてるんですって。ツイッターとかで買ったっていう人が画像を上げてたりするのでね、間違いないと思います。だから、これね、今出てる分なくなっちゃったらそのまま終売になっちゃうと思いますので、欲しい方はね、急いでとも言えないですけど、ちょっとねチェックしてみてください。これはですね、2000年から2009年の余市原酒を使用した、シングルモルトとなっています。前はね1980とか、1990とかがあったんですけど、この2000っていうのは、今年で終売ということですね。でこのあとね2010っていうのが出るんじゃないかっていう話ももちろん、想像の通りあるんですけど、今のところね、直接聞いたところ発売の予定はないとのことなんですね。僕が直接聞いたわけじゃないんですけど、お客さんがね直接聞いたとのことです。多分これはね1人1本までですね今ね。これね読み方どう読むのかなってね、去年の動画の時に言ったんですけど、なんか2000年図って読むんですって。はい、一応コメントにそういただいたので本当かどうかわかんないんですが、多分、蒸留所の人に聞いた人なんでしょうね。でアルコール度数はですね 57% もあります。はい、こちらも加水されてない分を考えると値段に納得はいくんじゃないかなと思います。フルーティーな香り、甘いオークのウッディーな香りとピートの調和、ピートが引き締める少しビターな味わいが特徴。はい、だからまあシングルモルト余市っていうノンエイジのね、こちらを好きな余市原酒の特徴がねしっかり現れているものだと思いますので、もともと余市飲んでらっしゃる方は好きなんじゃないかなと思います。はい、こちらも、値段がね6480円でした、去年はね。次です、余市蒸留所限定ブレンデッドウイスキー。はい、これはね手頃な感じですね。アルコール度数40度、そして値段がね3050円なんですよ。以前はね360ミリのボトルで限定ブレンデッドウイスキーがね発売していたんですけど、2017年頃からねリニューアルして発売されたものになります。結構ねしっかりこう余市原酒のねスモーキーさとか特徴を感じることができるのでね、前のね360ミリのやつよりはちゃんと個性がねあると思います。そしてこのデカデカとね余市蒸留所限定って書いてあるじゃないですか。まあ、ここに出しておきますけどね。なのでお土産にも最適だと思うんですよね。はい、もうまあこの分かりやすい感じで値段もそこそこなので、まあ買いやすいですよね。まだね先ほどの4本と比べると、5本と比べるとだいぶ買いやすい値段になっています。そしてね今まで紹介したこの余市蒸留所限定の、ウイスキーは全部この余市っていう名前のところが、宮城郷っていう名前に変わって宮城郷蒸留所の方で売っています。もちろんすべて宮城郷蒸留所の原酒を使ってるってことですよ。こっちは余市蒸留所の原酒を使ってるということなので味は全然違います、もちろんね。はい、でもまあ名前が変わってラベルは基本的に同じ感じです。はい、次です。次はね、宮城郷でも、余市でも両方売ってる商品を紹介していきます。でも蒸留所限定です。ピュアモルトレッド2160円、これはですね、宮城郷の原酒を主体としたブレンデッドモルトになります。はい、グレーンウイスキーは入ってないのでブレンデッドモルト、宮城郷と余市がの原酒がバッティングしたもの、これがブレンデッドモルトですね。まあ竹鶴みたいな感じですよね。それの宮城郷の方を強くした感じ。でもう一本あります、ピュアモルトブラック。はい、こちらは余市の原酒を主体にブレンドしたもの。まあ余市蒸留所の方はですね、特徴はやっぱりスモーキーでコクがあるっていう特徴があるので、そういう味わいになってますね。で結構この可愛らしい瓶はですね、日華ウイスキー生産技術、研究所内で品質管理のために使われていた瓶をモチーフにしているということです。ちょっと実験室っぽいですよね、こうやって並んでるとね。こういうサンプルがたくさん並べられていたんでしょうね。次です。次は鶴ブレンデッドウイスキーです。はい、鶴はですね去年なんと買えなかったんですよね。行った時なくて、たまたま。はい、ある時はあるんですけど、ない時はないというね。まあ売り切れじゃなかったんですよ、その日はなかったんですね。はい、
朝市でいたのね。鶴はですね、1976年に、一般販売されてたんですね、もともとね。その後、2006年に17年ものとしてリニューアルしました、はい、鶴17年ってね、まだね、オークションとかで売ってたりします。まあその後ですね、原種が、枯渇して、それが原因で2015年に終売で、その後2016年にですね、余市と宮城峡蒸留所限定で、ノンエイジものがリニューアル発売しています。これね、ちょっとね、去年はちょっと悔やまれました。これだけ買えなかったんですよね、限定のものがね。うちちょうどこう鶴を切らしてたので、買い出しがてら行ったんですけどねはい、なかったですね。値段はね、13,200円、税込みです。まあちょっと高いですけどね、値段がね。まあでも結構こう見た目もね、プレミアムな感じなので、欲しい方結構いらっしゃるんじゃないかなとか思います。でですね、今回の、蒸留所の見学で、よくあのツイッターとかを見るとですね、旧竹鶴がすごいたくさん売っています。旧竹鶴っていうのはこちらです、黒い方ね。ちなみに新竹鶴はこういう風になってます。今年出たばっかりの、リニューアルしたばっかりですね、今年の初めに、このラベルになりました、はい、でラベル、見た目だけ変わったんじゃなくて味も変わってるんですよね。ブレンドもちゃんと変えてあります。極端なね、ブレンドの変化っていうのは僕はそこまで感じなかったですけど、もちろん味は違うんですが、もともとの、この竹釣りよりこちらの方が余市原種を強くしたということで、そして値段もちょっと上がってます。こちらはね、まだね、蒸留所内で売られてないです、はい、入荷待ちっていうポスターが貼られてました。でこの旧竹釣りはすごいいっぱい並んでましたね。ミニボトルもね、いっぱい並んでました。50ミリだったりとか、今になってちょっと旧竹鶴たくさん買っとけばよかったっていう人にもおすすめというか、はい、ちなみにこれ700ミリですかね。こっちは全部500ミリ。さっきのピュアモルトも500ミリです。あとはですね、去年発売した限定のブラックニッカの、ブラックニッカリッチブレンドコンフォートアロマが結構売ってました。はい、これは僕が写真見ただけですね。まあ買い逃した方にもいいんじゃないかなと思いますが、ナイトクルーズの方はね、売ってないみたいです。やっぱ結構在庫が、コンフォートアロマの方は残ってるんだなと思いました。あとはですね、北海道にはちょっと売ってないんですけど、宮城県限定の日華ウイスキーがあるんですね、はい、それはですね、ブレンデッドウイスキーの伊達です。これは宮城峡蒸留所の方には販売している時があります。いつもあるのかちょっと分かんないですが、北海道の伊達市にもね、売ってる時がありますよってコメントがありましたね。こちらはカフェモルトとカフェグレーンを使ったブレンデッドウイスキーになります。そのうち少し落ち着いたら宮城峡蒸留所も行ってきてね、伊達をちょっと買いに行こうかなと思ってます。まあここまでがね、まあ、限定ウイスキー俗に言う、はい、これはまあ限定じゃないですけども、今やね、もう終売しているものなのでちょっとプレミアムですよね。でまあ正直ね、全体的に若干割高だとは思います。はい、でもまあ一応観光地価格というかね。でもまあこの辺はね、結構カスクストレングスじゃないですけど度数も高いですし、僕は結構おすすめです。特にこの細分化されたシリーズはですね、結構面白い、ブレンドになってるので、もちろんシングルモルトですよ全部。一度試してもらいたいなと思いますし、この2000年図、はい、2000年のやつはね、これはもう終売ですし、味的にもとてもおすすめです。カフェグレーンもこれ地味におすすめなんです。美味しいんですよね。だからここ、はい、とてもいいですね。買う価値はあると思います。まあでもね、皆さんツイッターのね、ツイートとか見てると、思わずこれだけ買ってしまいましたとか、思わず5万円6万円買っちゃいましたとかねよく見ますので、行ったらね、気持ちがそうなっちゃいますよね、どうしてもね。それでは、サムネイルにもある通り、最後にこの鶴いただいていこうと思います。この鶴ね、実は視聴者の方がね、視聴者の方でもあり、もともとね、今やあのうちの店の常連にもなっていただいているお客さんからいただいたんですよね、はい、よいしょ、鶴。最近タンチョウ鶴がね、増えすぎて困っています、はい、僕の町にもよく飛んできますけど、もともとはあの釧路の方ね、鶴居村っていう村があるんですけど、その辺めちゃめちゃ鶴いっぱいいたりするんですけど、まあタンチョウ鶴はね、保護されているので、減らすことができないというか、めちゃめちゃいっぱいいるんですよね。
結構割と畑の被害があるそうです。はい、タンチョウさんね。豪華ですよね、この感じ。甘く豊かな樽熟成の香りとフルーティーな香りの調和、まろやかな口当たりで滑らかな甘いコクとビターな味わいが口いっぱいに広がります。甘く華やかな香りとほろ苦さ、ほのかなピートの余韻が長く続きます。モルト&グレーン、700ミリで43度となっております。はい、まあ、去年ねこれが手に入んなかったってことを覚えていてくれて、まあ、ただ単純にね、いただいたわけではなくて、ちょっとしたお祝いというか、ちょっとそういうことでいただいたんですが、ありがたくごちそうになろうと思います。はい、おー、いいですね。あ、そうか、ツルはねラミネートコルクなんですよね、これ。はい、前この日課の芋焼酎もラミネートだったんですけど、日課って他にコルクのウイスキーありましたっけ？なんかありましたっけ？今ないですよね。ん？ないですね。はい、でもね最近これどこで作ってるかね突き止めたんですよね。多分ね日本の会社だと思うんですよ。これ辿ってったらね面白くて、そこねコルク、いろんなコルクも作ってるんですけど、サントリーのコルクとかね、ロイヤルのコルクとか響きのコルクもそこで作ってる感じでした。はい、あれと思ってね、なんかすごい嬉しかったですね、謎が解けたみたいな。でもあえてこのラミネートされているコルク と、 普通のコルクを使い分けてる理由って何なんだろうなってね、ちょっと疑問が残りますね。こう芋焼酎とかは結構ラミネートされたコルク使ってますよってことだったんですけど、コメント見たらね、前いただいたこの鬼兜とかも、この鬼兜のコルクもそこで作ってました。はい、全く同じものがねサンプルにありましたね。まあ、もうちょっと調査を続けていこうと思います。はい、それではいただきます。おー、香りが華やかですね。若干のアルコール差はありますけど美味しい匂いはします。はい、いただきます。美味しい。濃厚。43度ですけどかなりね味わい濃厚です。余韻にねしっかりとしたシェリー感がありますけど、くどくはないですね。飲み口はとっても甘いので、どっちかというとこう蜜っぽい感じ、香りからはねもうちょっと薄いのかなと思ったんですけど、飲み口はかなり濃厚ですね。まあ値段と味の対比みたいなものはちょっと置いといて、十分ねこれは皆さんに飲んでいただきたいなって思うブレンデッドウイスキーですね。はい、ちょっとね多めに口の中に含むとねすごいこうもうフレーバーの洪水みたいなね、甘みが一気に広がります。これは美味しいですね。この感じはでもちょっと、冷やすと苦味が出るかなとは思いますけど、ストレートが個人的にはおすすめです。ちょっと冷やしてみましょうか、ロックで。ちょっと週末で氷不足なので、いつものあの丸氷を作る道具で作った丸氷です。はい、あれからねずっと作り続けてます。ちょっとした時にね便利でいいんですよね。こちらはね結構バーで置いてあるところはあるんじゃないかなと思います。宮城郷蒸留所の方でも買えるのでね、こちらは。そしてまあ贈答用としてはなかなかこう威圧感があっていいんじゃないかなと思います。値段的にもまあそこそこしますけど、これぐらいの価格のものを贈られるときはぜひご検討ください。特に相手がウイスキー好きの場合はね、喜ばれると思いますね。まあ価格が 13,200 円なので一応参考としてください。オークションとかでは結構高い値段で出てるのでね。はい、まあそれでもいい、絶対飲みたいっていう方はそれでもいいと思いますし、直接蒸留所行ってね買われるのもいいかもしれませんけど、
まあ、必ず 100% 売ってるっていうわけではないと思いますので、前もって電話はした方がいいと思います。僕も、去年なかったので電話をしようと思いました。いただきます。あ、これはね、思いのほかそんなに苦味が出なかったです。むしろちょっとシェリー感がね、むしろちょっとシェリー感がこう前面に出てくるので、このロックが好きな方も結構いらっしゃいますね。これはね、ロックいいかもしれないです。甘みがねだいぶ抑えられます。蜜のようなね甘みがこうぐらっと抑えられて、シェリーがぐわーっと出てくる感じですね。シェリー感って結構難しいですよね。若干ゴムのようなね、これをさらに強くしていくとこうゴムチューブのようになっていったりとか、だけどほのかに香るとこう華やかでね甘みがあって、フルーティーな感じなんですよね。なかなかこれはね、がっつり使ったシェリー樽のウイスキーを一回飲むと、あ、こういうことかっていうのが分かったりもしますね。逆に癖ありすぎて飲めない場合は多いですけど、はい、浸かりすぎたやつはね。あとはまあそのうちやろうと思ってますけど、一度こうシェリー自体をね、みんなでちょっと飲みましょうというね、はい、みんなでってもちろん人を集めて飲むわけじゃないんですけど、何本かちょっとシェリーをこう置いてシェリーを飲んでいく動画を1本作りたいなと思います。はい、ちょっと、想像とは裏腹にロックめちゃめちゃ美味しいです。はい、最後に炭酸割りにしたいと思います。もったいないって聞こえそうですけど、はい、いただき物なんでね、しっかりいろんな飲み方で味をチェックしていきたいと思います。ちょっと今日ねお客さんと話してたんですけど、北海道に住んでるとですね、特にこう札幌方面に住んでる方とかはですね、山崎蒸留所行くのもカバラン蒸留所、台湾のねカバラン蒸留所行くのも変わんないよねっていう話をしてたんですけど、新千歳空港からだったら別にこの日本中の蒸留所どこ行っても大した変わんないなと思いますね。特に海外のね、カバラン蒸留所行っても変わんないなっていうのがね、なんか不思議な感覚になりました。いただきます。おいしい。炭酸で割るとよりシェリー感がね立ちますね。だけど甘みはほぼなくなる感じなので、ちょっと口に残る感じが嫌な方もいるかな、このシェリー感っていうのがね。ストレートの時はですね、若干のコクとピート感っていうのがあったんですけど、もうロックとか炭酸割りにするとですね、ほぼまあないですね。それが余市原酒の特徴なんだと思うんですが、どっちかというと華やかでフルーティー、甘くて飲みやすいっていうのがこの鶴のね特徴かなと個人的には思います。はい、まあ皆さんいろんな感じ方ありますのでね、一応参考までということですね。はい、ごちそうさまでした。そんな感じで今日は日華の蒸留所限定ウイスキーの紹介と、あとは日華のプレミアムブレンデッドウイスキーの鶴を、試飲してみました。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォローを、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。